本日はですね、はい、矢倉乗りするなら使ったことない武器でもなんとかなる説っていう、なるほど、のやろうかなと思ってて。2022年3月某日、ヤモは矢倉乗りするなら使ったことない武器でもなんとかなる説と称して友人の山竹を呼び出していた。で、今回山竹には、矢倉に乗ってもらいます。うん、プライベートマッチでね。はいはい。で、まあ使ったことない武器を使ってもらわないけど、察しのいい視聴者なら気づいているだろうが、この検証は偽企画。本当は一度矢倉に乗ったら絶対に止まらないというドッキリ企画なのだ。はいはい。まあ、射程そうやな。まあリッターでもいいし、なんかあの傘でもいいよ。なんか乗りながら守るみたいな。あ、むっちゃ傘使ってみたかって。で、なんかどうしたどうした。そんな。パラシェルターを使えることに喜ぶ山竹だが、使う武器なんてものはどうでもいい。山竹が一度矢倉に乗ってしまえば絶対にノックアウトしてしまうからだ。今回は4つのレベルに分けて山竹にドッキリを仕掛ける。まずレベル1は、山竹が矢倉に乗ったら敵が山竹を攻撃してこなくなるというシンプルなもの。次のレベル2では、山竹が矢倉に乗ったら敵チームがなぜか山竹以外の味方にも攻撃してこなくなる。次のレベル3では、山竹が矢倉に乗ったらなぜか味方も含めた他7名全員が攻撃をやめる。そして最後のレベル4では、試合開始直後から山竹以外の7名が一切攻撃してこなくなるというわけのわからない事態となる。どんどんエスカレートするこのドッキリ、果たして山竹はどこで異変に気づくのだろうか。乗ればいいんですね、私は。そう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 、乗ればいいのよ。え、撃たなくていいんですか？あ、撃ってもいい、撃ってもいい。で、むしろ最初は戦って、まあ、いい塩梅になってきたら盤面がね、乗ってもらうみたいな感じでいいと思う。はい、あ、オッケー。じゃあ、乗るタイミングはその、良き時に。まあ、良き時に、それはね。うん。まあ、何でも乗って勝てるっちゅうほど、スプラトゥーン甘くないですよ。おぉ、あ、すごい。あ、なんか、全然、あれなんや。う、ん、なんか、え、どうした、どうした？あ、こういうことか。どういうことどういうこと、ね、どういうタイミングで傘が出るか分からん。あ、なるほどね。長押しするとね、開くんですよ。はい、ああ、すごい。そのまま長押しずっとしてたら飛んでっちゃうっていう。え、すげえすげえすげえ。うん。で、傘ないよ、あなた。え、なんで出えへんの？いやいや、傘どうだか言ってしもうたやん、さっき。あ、そう。ほら。ほら、いけ。ああ、マジだマジだ。ああ、どうしたテクテクの、そんな人状態で。何をしてんの、何の未練やね、今の。やっぱりあの傘が欲しかったーって。あの傘が良かったなーって。そう。もう、忘れられへん。あの傘が忘れられへん。パラシェルターの使用を把握していない山竹はさておき、ここで早速山竹が矢倉に乗りに行く。ちょっと、サブは何これ？あ、うん。あかかかか。あれ何やっけ？あのボムオとボムコやろ。ボムオとボムコ、そうボムオとボムコ。ボムオとボムコどう？あ、いい感じよ。稽古と学ぶみたいなやつ。あの、たらいいよ。あ、いい。あ、どっか行っちゃった。いいよ。傘戻ってきて。いけ、そのまま戻ってき、そのまま乗ってきよ。いい、大丈夫。傘を買ってきた。そうオッケー。すぐパーにするやん。そんなすぐパーツする？話せばいいのか、これ。うん。あ、どうした？できるで、スペシャル。どうした？ほら、スペシャル。いいよ。あ、ナイスマン、すごい来た。ナイスマン、すごい来た。怖い、やめて。危ない。あ、怖い。怖いな。あ、これ、面白い。この防御が。あれ、ちょっと、インクだな。なぜ。よし。あー、そのままなんとそのまま、おい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 、なんとどよいしょー。やった、いいね。あ、知らん間に買ってた。いいやん。やった。やっぱ使ったことない武器でも、やっぱ乗ってたかでんにゃ、これ。そういうことやな。いいやん。
なぜか櫓に飛んでこないナイスデモを見ても何とも思っていない山竹。ということで、山竹が櫓に乗ったら敵は他の味方への攻撃もやめるというレベルに上げてみる。なんか、うん、なんか食ってんの？え？え？なんか食ってた今。ああ、ただ冷たって言っただけ。え？いやいやいや、なんか食わたの冷たならへんや。なんか食ってたやろ今。くでへんくでへん。あれ、なんだ、収録中になんか食ってんの。どう、それあかんや言うたやん前。食うたあかん。何を食うてんねん。どうせソフトクリームやろ。食うなそれ。え、そうやな。そう、白い美味しいもの、甘いもの食べてるわ。あれやろ、またあの漫画喫茶であれやろ、5つぐらいコップまでお盆で持っていくんやろ。そうそのうちの2つがソフトクリームだよな。そうもう熟知してるやん。熟知してる山竹の行動を。だってもうパターンそれしかないもん。芸がないもん。あ、いたやれ敵ナイスナイスナイス。いいよこれ、やがら乗っちゃうやれ、乗れよし、いいぞ全落ちや。あ、お前バカ。ああ、危ない。いいよ乗ってるつもりやった。いいよ、さあ乗ったよ、ヤグラ。ボムコ、さあ、ヤグラ乗ったよ。ボムをどこにいんの、みんな。さあ、ボムコとモモ、さあ、投げて、牽制して牽制するよ。さあ、いいよ。よいしょ。さあ、いいよ。おお、なせなせ、あ、降りちゃった、ごめんなさい。昔はな、カタツヨ言われてたんや。ほら、カタツヨ言われたけど、今は確かに敵は攻撃していないのだが、敵が櫓に近づくことができないので、逆にドッキリが伝わりにくくなってしまった。うん、どこ投げてんの今。お前今なんか前ロボコ落ちてったぞ今。ロボコやか。昔は強い言われてて、ロボコ。今のさっきのはロボやった。ああ、そう、どうでもいいけど。うん。さあ、いいよ。さあ、いいよ。昔は。ほんまにいいやん、すげえ。皆さんありがとう。いないよ。あざす。皆さんありがとうございます。さあ、いいよ。さあ、来てる。ああ、やべ、あそこにいるやん。なんかいる。ボムビッチャーっていうやつ。なんか。サンキューです。よいしょ。よいしょ。お、すげえ。いいね。めっちゃ勝つやん。むっちゃ勝つ。てか、あえてこうへんねんけど。え？あえてこうへんぐらい、なんていうの、この多分前線押し上げてくれてる。ああ、味方がやってくれてるってことね。うん。ああ、なるほどね。一瞬気づかれたかと思ったが、やっぱり気のせいだった。次は山竹が櫓に乗ったら、なぜか味方も含めた他7名全員が攻撃をやめるというレベル3。さすがに山竹も何かに気づくのだろうか。あ、いや、お前落ち着け。こう開きながら、ただ開きながら、 あれさ、開きながら撃てんの。開きながら、いや、開いて攻撃防いで、開いて、もう狙い定めて落ち着いて撃つ感じ。そうこういうことか。そうあ、いた。落ち着け、開いて、落ち着け、そうあ、いい、うまい、あ、いいね。いいよ。やばい。いいよ。よかった。やっと俺の言う通りに動けるようになってきたんだよ。いつも俺ね、もう腹立つ。俺が何回言ってもその通りに一切やってくれへんから。あてんだ。そう、いい、かさ、そう。いいね、いいよ。あ、惜しい。いや、いい、めっちゃいい。めっちゃいいや。さあ、俺だな。さあ、味方に飛んで、やから乗っちゃう。はい、いや、飛ぶの遅い。後ろ。ヤグラ、プの落ちる。オッケー、いけ。最後になった。最後になったよ。さあ、ヤグラ、乗りましたよ、これから。さあ、どうなる。これから私の時代ですよ。さあ、どうなる。お、ボムコ行け。さあ、ほら。逃げてはるわ。さあ、ほら、ボムコ。敵も味方も戦わずにうろうろ徘徊。しかし、山竹は何も気づかない。さあ、ボム投げて。言い張った。はい、痛い水没したけど、さあ、ボン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 やって、okay.
ボン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 、おお、一人ジャンプしてる、おし、うわ、挑発してる、おお、二人だと、おお、すごい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 、いけいけ、前線上げるんだ、いけ前線上げるんだ、ボムコ、いけいけいけ、ボムコ、いけいけ、オッケー、えー、よいしょおい、よいしょおい、オッケー、いいや、オッケー、オッケー、いいね、めちゃめちゃ強かったよ。お、なんか むっちゃキルしたわ。おお。ほんまやな。リザルトが見たい。リザルトみたいな、ちょっと どうやろう。あ、すごい、8キル。1万キルしてるやん。すごい。やったねー。いいね。明らかに異常な状況にもかかわらず、何も言ってこないので、こちらから試合の感想を聞いてやることに。いや、どうやったさっきの試合。うん、うん、なんか乗ってった。だけどなんか最後らへんなんか周りにいて、うん、相手も、うん、また先制攻撃、うん、って終わった。お前感想言うの下手やな。なんて言った今マジで。感想を聞いても何が言いたいのか全くわからない。仕方ないので、試合開始直後から山竹以外の7名が一切攻撃しないという最高レベルのドッキリを仕掛けてみる。オッケー、オッケー、行こう。よし。一目散に矢倉に乗って、もうひたすら矢倉にこうね、突撃しまくるっていうやつで行こう。はい。頭ダッサ、ほんで。え、かわいいやん。でも俺これ可愛いと思って。さあ行け、ほんでヤクラに乗る。さあいいよ、はい、さあいい、さあ、ええ、さすがの山竹も自分以外が一切戦わない状況を見て異常に気づいた。遅い、遅すぎる。ちやってなんか怖い怖い、なにこれ。え、怖い怖い怖い、なになに、怖いんやけど、え、なにこれ、怖っ、なになに、どうしたどうした、なになに、怖い怖い、なになに、なになに、え、怖っ、え、なにが、なにが、え、なんなん周りでぴょんぴょん、え、なんか怖い、なんかあのちょっと言葉悪いけど虫みたいやで、おい、やめとけ、言葉悪い。だから言葉悪いけど言ってるやん。やめとけ。え、怖い怖い。え、何これ、よいしょ、オッケー。え、怖っ。なになに、怖っ。え、怖い怖い。もう俺この試合で何回怖い言ってるか。いやいや、もうめちゃくちゃ言うたよ。え、怖っ。はい、ということで、終わったんですけど、いやー、もう全部ノックアウトやったね。確かに。どうやった、うん、なんかちょっと最後不思議で、なんかちょっと怖かったんですけど。え、最後だけ、なんか、あ、けどそう言われ、ちょっとぴょんぴょんはしてたかもね、周りで。ほんま、なんかその前もなんか俺だってゴール前攻撃されへんかった気がするもん。お、俺から攻撃してたけど。あ、ほんま、はい、ということで、本日は使ったことない武器でも矢倉乗りならなんとかなる説でした。うん、まあ、あ、そうでっか。何それ、そうでっかってなる。